はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー2ピクセルリマスター、前回ですね、ミスリルを手に入れましたので、まあそれを報告しに行きましょう。まあミスリルはね、鍛冶屋さんみたいな人に渡すんですけど、帝国もフィンの戦いでは大きな損害を受けました。あ、そうなの？なんか圧倒的優位だった感じがするけど、それを補うためバフスクで大戦艦を建造している。あ、そういう感じ？結構前線はしたので、ミスリル見せましょう。それがミスリル。これで帝国と対等に戦うことができます。そうかな。結局帝国って魔界からモンスターを呼び寄せてるじゃないですか。ミスリルじゃ太刀打ちできないモンスターなんていっぱいいるでしょう。で、武器屋さん。ただの年寄りに別に用だのなかろう。ミスリルを見せよう。おお、ミスリルではないか。この金属を叩けることを今か今かと待ち望んでいた。剣や鎧をどんどん作ってやろう。久々に腕が鳴る。ミスリルどれくらい手に入れたんだろう。まあ、4人が持って帰るくらいの量だからね、そんなになんか量産できないと思うんだけど。そしてバイト、バイトを雇った。でこのバイトから買えます。まあ、せっかくなんで買っていきたいんですけど、ミスリルソードしかないじゃん。あの他の店にも流通はしてるんで、まあ、とりあえずここではミスリルソード。なんかくれるかな。忙しいんじゃん何の恩も感じてないな、このジジイは。で防具屋も見ます。でバイトの方か。盾は2つ買おう。で兜とかアーマーとかコテは重いんで正直装備しないです。胸当てとかがいいんだよね、鎧は。で、そう、ミスリル手に入れてどうすんの。バフスク行けってことか。一応また女王様のお話を聞きましょう。ちょっと裏へ行ってしまった。大戦艦の建造を指揮していたダークナイト、かなり有能な男。幸い他の任務についている。帝国もミスリルを奪われ、え、奪ったのあれって。あ、そうか、守ってたもんね、ミスリルを。で慌てているでしょうか。大戦艦の建造素質な今しかない。飛空艇アテナ。バフスクに潜入している仲間が大戦艦の抜け道を探し当てた。大戦艦を破壊しましょうということで、じゃあバフスクに行きましょう。パルムの町の武器屋さん。アックスとミスリル棒を買っていきます。であと防具屋も覗いていきましょう。防具屋はこっち。てかバイトがいねえ。ここは流通してないのか。なるほど。まあ、せっかくなんで飛空艇に乗ってバフスク行きましょう。100円だし近いからね。100円とか一瞬だな、多分。本当に一瞬の旅だな。まあ、100円の価値はある、これくらいだったら。うわ敵。あ、そうそう。でね、マリアのマジックパワーは200ちょいまで上げてます。まあ、マジックパワー減るたびにね、宿屋で寝て金がかかったけど、でも金はそれなりにあるんで、こういうやつは一層で熟練度。なぜかね、マリアの弓が4になってる。理由は分かんない、マジで。バフスク。大戦艦に入るには通行証が必要。あんた反乱軍の人だねっていうか大丈夫、こんな一瞬でバレて。でこいつは話しても大丈夫なんで。暴言なんかが上に立ってたんじゃ働く気がしない。まあ無能な上司ってことだね。ダークナイト様はまだ戻らんのか。このままでは建造が遅れてしまう。帝国の兵士になりすましている反乱軍のスパイがいる。そんなのさ、こいつの隣で左側に帝国兵がいるのに言って大丈夫なの。何も考えてないな。働け。全く暴言様のもとではみんな働こうとせん。無能すぎるだろう。まあ、こういう上司はね、もう自分のことしか考えてないやつは下がついてこないよね。前の司令官だったダークナイトがいた時のことは全然覚えていない。
なんか洗脳ができるとか、なんかそんな感じだよね。ウォーゲン様もっとしっかりしろと。あ、魔法屋がある。魔法は見よう。フィアはバスナー。あ、エスナーは買っておこう。で、サイです。あと、レイズをちょっと買いたいけど、まあ、また、雪原の方は行く機会があるんで。で、一応武器屋覗いて、ここはね、流通してないと思うんだよね。一応、防具屋は見よう。なんかミスリルのいいやつがなかったから、銀の胸当て、これだな。3個で、革の鎧から銀の胸当て、結構上がるな。今までこれでやってきてたのか。で、銀の胸当て、 OK。 装備はこれでいきましょう。ミンはどうせ離れちゃうからね、あんまりいいものを装備させても、まあ離れる前に外せばいいんだけど。最近司令官がボーゲン様に変わった。ダークナイト様と比べると本当に楽になったよ。あれで帝国の将軍とはな。ボーゲンなんてただのアホ。どれだ。大戦艦、大戦艦を破壊しに来たのはあんたたちか。俺は反乱軍の仲間だ。この先下水道への入り口が大戦艦への抜け道になっている。気をつけていけよ。あんまり話してるとボーゲンたちに怪しまれる。それじゃ頑張れよ。さてった、まあ、もうこいつの役目は終わったからね。バフスクの洞窟、ゾンビ先制攻撃かよ。さすがミスリルの盾で、ある程度ちょっとね、ファイヤーのレベルを上げていきたいから、まあ、ミウもだいぶマジックはあるし、魔法使っていこう。力で、宝箱、ロングソード、今さらロング棒、これもいらん。なんかいる。大戦艦はすでに完成した。私も陰で動きながら建造を指揮し続けていた。諦めて皇帝陛下に降伏するんだ。それがお前たち反乱軍に残された最善の道。よく考えておくことだ。機会があったらまた会おう。それがダークナイトか。あれ、お前どっから来たの。さっき町にいたのに。とんだ無駄足だったようだな、ザーマミロ。大戦艦始動。おお、空爆してる。町がアルテア攻撃されてんじゃん。帰りましょう。で、右から来たからちょっと右の方。ブリザードは4になった。ミユ、さてこの部屋、宝箱、通行証を手に入れた。なんでこんなとこに置いていくの。マジで無能だな、暴言で。右になんかあるね。またバルーンか。もう本当にさ、エンカウント率高くてさ、なかなか参っちゃうよね。ヒットポイントとかどんどん上がっていくし。これ外に帰れるかな。外に出ますか。はい。おお、一気に出た。で、大戦艦が大変だ、完成してしまった。この世の終わり。アルテアのヒルダ王女に大戦艦の完成を伝えるんだ。大戦艦を阻止する方法を知っているかもしれない。そんな風には思えないけどな。ポストの方へ行った。ポフトか。なすすべはないのだろうか。ここは空爆されなかったんだね。口封じにはならなかった。これ歩いて帰んなきゃダメ。そんなに遠くはないけどね。敵の数とかがさ、尋常じゃないからめんどくさいんだよね。ただただマッチがやられている。なんか若干暗くない。大戦艦が襲ってきた。みんな死んでしまった。建物は結構無事だよね。壊れてはいるけど多分営業はしてる。あれ、ここって魔法何売ってたっけ。
ケアルプリンプロテスシェルか。ちょっと引く手で戻るかどうしようか。アルテアって結構高くなかったっけ。け、乗組員が全然いないんだけど。引く手に乗るときは金払えるっていうか。こいつはタフだな。乗組員がみんないなくなってると。引く手。太陽の炎。大戦艦もおそらく同じ。太陽の炎はコントロールが難しい。炎が多すぎると暴走してエンジンが爆発してしまう。アルテア700円はちょっとさすがに高えな。船で帰ろう。歩いて。アルテア、ここもやられている。おお、人がいっぱいいる。避難してきたのかな。ホフトの町にいるシドなら大戦艦の弱点もわかるんじゃないかしら。ゴードン王子がいなくなってしまった。大戦艦が襲ってきた。この味とは無事だった。外にいた人はみんな死んじゃった。あなたが戻るまでここを持ちこたえてます。完全に希望だな。ただの若者だろ。だってこいつら別にクリスタルに導かれたとかじゃなく。ああ神よ、国王の命を救いたまえ。怖かった。アルテアにも大戦艦が攻めてきた。この味とは無事だった。町の人も避難してきてますと。大戦艦に立ち向かうなどできるんだろうか。これ見たことか。わしの言った通りになって。お前らには荷が重すぎたじゃん。なんでこいつはひでえな。とうとう大戦艦が完成した。そういえば王様が何か伝えたいそうです。大戦艦による帝国の攻撃で世界中の人が傷ついている。この事態に衝撃を受け病状が悪化した。弱気になってほしくはないですが死期も近い。ミユ、なんとかなんないの。命ある者いつか死ぬのが運命だが、苦しむ者を救うことこそ白魔道士としての私の役目。ここに残り人々の治療に専念したい。さよなら。世界の命運は君たちにかかっている。なんでだよ。世界の命運とか言われても。尋ねる。太陽の炎、カシオン王国のシンボル。カシオンの1階で燃え続けている。スコットとゴードンに炎にまつわる話を聞いた。普通の松明には移すことができない。シドが言っていた。太陽の炎を使えば大戦艦を破壊できるかもしれない。カシオン王国への向かってください。でも炎を持ち帰るにはどうしたらいいんでしょう。結局謎は残っている。王女を頼れって言ってたけどさ、結局何の助言もない。野原さえハテナになってる。ちょっと王様のところ行ってみますか。なんか話したいことがあると言ってたので。王の病は精神的ダメージ。こればかりには私にも。カシオン王国では3年に一度炎の祭りが開かれる。エイギルの松明に太陽の炎を移し聖火台を清める。なるほど。王様何か知ってるか。降伏してしまった方がいいのだろうか。スコットは戦いに敗れた時に備え太陽の炎を守るためカシオン城の扉を封印した。女神のベルが必要らしい。ベルの場所はカシオンの一族しか知らない。はい、ちょっとまた王女様に聞きに行こう。女神のベル、なんか知らんか。その話でしたらスコットやゴードンから聞いたことがある。カシオンの扉は一族の者の声かベルの音色でしか開けることができない。ベルは雪原の洞窟の奥深くに隠されている。持ち出すことは困難。分かっています。そこへ向かうつもりなんですね。圧力をかけられた。ゴードンさえいればあなた方がそのような危険を犯すことはない。仕方ない。今はあなたの成功を祈るしかない。雪原はヨーゼフの庭のようなものです。彼に相談するといいでしょう。というわけでヨーゼフに会いに行こう。ではサラマンドの町到着。ちょっとまずレイズが欲しい。ミーユがもういなくなっちゃったからね。レイズは買っておこう。あ、これなんかデジョンも買っておいた方がいいかな。テレポは手に入れたよね。きょ、一気に138になった。で、テレポとレイズとエスラとデジョン。え、大丈夫？魔法の枠。まあ半分くらいか、これで。
ヨーゼフ。娘を助けてくれたそうだな、礼を言うよ。暴言のやつに脅されていた。女神のベル。わしの雪上船がないと向かうことができる。これさ、みんな私物なんだな。鉱山に隠してある。1階に目印の青い岩がある。あ、あれか。そこの右上の壁にある隠し部屋に置いてある。ミスリルを手に入れるときは力になれずすまなかった。今こそ反乱軍のために一肌脱ぐ。ヨーゼフ。いやー、ただのハゲ親父だよな。娘がいるってことは、まあもちろん一回結婚して子供産んでるし、しかもこいつはヨーゼフを 愛してるし、なんなのかとかさ、本人目の前にして言ってるの。いや、このハゲのどこがいいんだろうな、全然わかんねえな。セミテの滝、ここの最初に青い岩があったよね。ファイヤーにこれじゃ倒せないかな。妖術は素で、金がかかんないのがいいとこだな。これの右って言ってたよね。突き出した小さな岩を回すと通路が現れた。雪上線はこの奥。宝箱かよ。何でも宝箱に入ってんな、雪上線。じゃあこれで雪の地帯へ行きましょう。じゃあこの雪地帯ですね、これで進めるようになるんで。敵が勝ってる、愛してる。マジックパワーはちょっと節約しながら。硬いな。150円持ってた1人。奥の方に洞窟がある。スノーマン。ミスリルの弓もそれなりに火力は出るな。マジックパワーもうちょっと上げててもよかったけど、金がなくなるからね。宿屋代が高くなる。そしてヒットポイントは割とポンポン上がっていく。1ヒットはさすがに無理か。すげえ回避率高いこいつ。4ヒット。お、斧上がった、盾も上がった。クリオニールが熟練度4にならないな。スノーマン4体。でもダメージは全然食らわないよね。防御力は高くないけど回避率が高いから、まあなんとかやっていけそうだね。では洞窟へ入ろうと思ったら敵が出てきた。こいつらを始末して女神のベルを取りに行きましょう。雪原の洞窟で、まああとは宝箱とか取りながら、デビルヘッドじゃなくてデッドヘッド、強くはない。よし、フリオニール、剣と盾が上がって4。300ギル、350ギル、グレネード、新しいボム系が出てきたな。ファイヤーが3になってファイラっぽくなった。レベルは16まであるんだっけ。自爆3とかゲッツ、自爆のレベルが違う。南極の風、バトルアックス、ドーク消し、モンスター、グレネード6体か。そのまま行こう。自爆3、あ、自爆3集中されるとまずいな。怖い怖い怖い。てかもう一発食らったら死ぬじゃん。大丈夫か、回復させよう。
ヒットポイントはどんどん上がっていくんだけどな。ミスリルメイスか。メイスは別に使うやつがいないからな。結構回復量あるな。まあ、こんなもんでいいでしょう。ポーション。ブリザードの本。ポーション。お、ミスリルスピア。これはいいね。ミスリルの盾。おわ、なんか強そうなのが出てきた。しかも先制攻撃食らってるし。46か、それなりに減るな。ゲッ、あとね45。いや強いぞこいつは。しかし強ければ強い敵のほど熟練度が上がりやすくなるんじゃないか。そんなことなかった。全くわからん。モンスター、え、シャドウとかいうのがいいんだけど。まあ、次攻撃していこう。オッケー、グラサンかけ出した。シャドウだからか、ヒット回数が減るかな。オッケー、しかもさ、まひってんじゃねえかよ。なかなかやるではないか。いや、当たらんよな。全然当たんねえわ。硬い。おお、上がった。結構古代の剣、これはミスリルソードより命中率が超低いんだけど。古代の剣ってあれだよね、なんか呪いにかけられるやつだよね。呪いが効く敵に関しては結構いいと思う。ゲ、グラサンしたままじゃん。エスナかけよう。エスナってレベル1で暗闇直せんのかな。ちょっとそこが気になるな。状態上治った。 OKOK。 アイシック3ヒット。いや、グラサンの必要はないな。グラサンをする意味がわからん。別に眩しいわけじゃないからね。なんだ、モーグリがいる。違った、ジャイアントビーバー。ガウガウ、俺こいつの言葉わかる。マジでなってだよ。意味がわからん。女神のベル。この部屋の右の壁抜け穴になっている。怪物が守ってるよみたいな。いけた。地下6階。結構長いよなこのダンジョンも。素でなんか結構強いは強いな。あ、盾が装備できないからその分火力が高いっていう感じか。まあ二刀流みたいなところだよね。4ヒットで259だからな。やっぱ火力が高い。やはり素手か男は。それが女が惚れる理由ようです。ハゲていても己の力で突き進んでいく。地爆さが強いんだよ。100くらい食らうからね。やっぱりヨーゼフはもう一回回復させないと。1ヒットとかで、ケアルがもうすでに4になってるんで、マジックパワーの消耗もそれなりなんだよね。もうちょっとマジックパワーはあってもよかったと思う。300くらいあってもいいな。一応ね、100くらいになったところで戦うに切り替えてるんで、回復用のねマジックパワーとかなくなっちゃうとしょうがないんで。それにしてもよく敵が出て、そのエヘカウントが高いからさ、必然的に消耗も激しいんだよね。で、あれ、宝箱がある。銀の胸当て、これは装備してるっしょ。強そうだな。セーブしよう。ベルを守る怪物アダマンタイマイ。油断するな。なぜ知っている。多分めちゃ硬いんで、手に入れた南極の風を使ってみよう。もうこういうところで使っていかないとね。攻撃攻撃。
ゼロ、全く通らん。吹雪16、502、23、76。これブリザードないと終わるな。234倒した。いや南極の貸しは使ってよかったな。そのためにここの洞窟に置いてあったのか。おお上がる。害とか5になりそう。殴ったからか。そうか、敵が強いから殴っとけよかった。1回ずつ。そして女神のベル。景色みたいな。あ、それでここに出てくるのか。この扉何なんだって思ったけど、最初のところに戻ってくる扉だったんだね。さてここで帰りましょう。ボーゲンがいる。クソ、女神のベルを手に入れやがったな。貴様らのおかげでせっかく手に入れたチームおしまいだ。今回の失態で皇帝様を俺を見かけるだろう。確実に死刑だ。なかなか厳しいな。俺も軍人、どの道死ぬなら貴様らも道連れにしてやる。一応そういう教授は残ってんだな。ボーゲン、モンスターの先生攻撃、モンスターだし。回復3、結構回復するな。1回ずつ攻撃はしておこう。じゃあダメージは全然通るよね。ちょっと人回数が少ないけど。げ、弱っ所詮暴言だったか。え、熟練度どうくれるかな。弱くて逆に。あ、レベルアップした。やったー。殴っといてよかった。死体をちゃんと避ける。しかし生きている。貴様らの勝ちではない。仕掛けがある。最後のプレゼントだ。先に地獄で待ってるぜ。大岩。チー行け。行くんだ。お前置いていけない。すまんがこれ以上持たん。行け。あとは頼む、ネリー。ヨーゼフ。あ、一応形は残ってるんだ。行こう。というところで、女神のベル手に入れて、まあヨーゼフは死んじゃいましたけど、まあ君の死は無駄にしないよということで、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。